カカカカ。聞きなさい、始まりの合図ですよ。そのキャラなんだよ。あ、私の字幕、色、変わりました。え、さっきの虫？私の虫？確かにこの時、ガガいたけど、叩いた後のリンプンって、何なのかしら。あ、叩いたんだ。叩いたんだ。自分の存在あやふやなの？見てる間にお知らせです。ああ、このシリーズ、大きさをいつも 854×480 で作ってたんだけど、今回、1280×720 でやってます。トンキーとかマリカと一緒のサイズだね。このサイズでこのシリーズ作ったことないからどうなるかわからんがな。あと、前回の動画で一つ訂正するべ。するべってなんだよ、するべって。滑ってるって、滑ってるって。芸人にはきつい言葉ですね。まあ、芸人じゃないけどな。で、訂正ってなんだよ。看板、迷いじゃなくて魔法の森だったわな。ああ、神妙丸が間違えたのか。ごめんね、ごめんね。はい、天の声でした。いや、完全にあいつだろ。いやか、善人いつだろ。何言ってんの？てかさっき普通に喋ってたよね。ほっほほー。誰か、こいつに対する正解持ってねえかな。あ、初遭遇の小走りと影だ。虫かよ。どなたがのゲラハだ。じゃあ、鳴き声の豆ですか？あ、今回歩道段階です。あ、そうですか。カット、早送り中に本。まあ、そうなるかな。倒したね。そうだな。ぶっぷるぶっぷる。え、なに、更新してんの？いいえ、あやふやです。ですよね。いいえ、あやおやです。え、あいつ親なの？いや、違うと思うけど。そういえばさ、うん、あ、猫さんだ。あ、本当だ。倒せるの？倒せるの？倒します。倒しました。丸。なんか様子見てたな。で、さっき何言おうとしたんだ？さっき編集保存したらパキって音がした。急に怖い。パキパキ、怖い怖い。まあ、壊れたらその時はその時だな。そうだね。てか迷いじゃなかったって言ったけど、結局迷いそうで怖いよな。今のところ一本道だけどね。かっこ、かっこ。もうスルーするわ。かあ、地味にショック受けてる。わかったよ。たまに拾ってやるよ。仏法そう、感動してるみたい。よくわかるな。あ、イベ発生だぜ。ふっふっふ、脅かしがいのありそうな人たちを見つけたわ。最近、演算とかいう意味不明なやつが好き勝手暴れているせいで人が外に出歩かないから、驚かすやつがいなくてすんごく暇してたんだよね。ということで、あの3人は久しぶりの獲物ってわけね。うん、どうやって驚かそうかな。やっぱり普通に裏飯やーがいいよねー。そうと決まったら先回りしてやらなきゃね。飛び込め、あちき草むらに。ガッパーン。一体、いたたたた、木の枝が刺さったー。あ、毛虫とかいる。やだー、来ないで。やめて。そんな、まさか来るなあ。なんか関係ない声聞こえなかった？小傘の実力。あ、小傘の声だったの？ホッケ鏡。一本道じゃなくなったみたいだな。迷ったら早送ります。迷うたら早送ります。あ、初遭遇だな。まあスルーするよね。拾うのはたまにって言ったろ。か、で、最後娘ってなんだ？左の下の娘さんじゃない？嘘でしょ。さあ、どうだろうね。作動だろうね。ヒドマジンは作動しねえよ。ですよね。で、ここ絶対迷うよね。地形が入り組んできたぞ。最初から普通に喋れや。ケン、ケン。それ何の鳴き声だよ。え、あ、そうなの？答えが返ってくるって思ってなかったでしょ。あ、バレた？センサーカットンしたらレベル上がりました。業務が上がったのか。マインドダウン習得。サナエも上がるぞ。やっぱ特殊が上がりやすいな。いわゆる魔力だね。あ、そうだな。スネイリンは次で上がるな。え、あ、そうだな。で、やっぱ迷うのか？もちろんです、プロですから。迷子のプロってこと？プロ迷子のプロマイド。え、急にダジャレ？寒いような寒くないような。やっぱアゲンシャです。メイリンレベルアップ。そうっすね。あ、ここ中ボスいるんだよね。え、今言うの？レベル12なら余裕だろう。そうなのか？多分ね、さっきここ見てないよね。見に行くから少し早送り。かっこ。まあ行き止まりだろうけど。とんでもねえ、待ってたんだ。行き止まりよ。とんでもない、張ってたんだ。どういうこと？あ、多分初遭遇なので倍速解除しました。クワガタの方か。クワガタの方か。これから毎日家を焼こうぜ。ダメです。やだ、超怖い。やだ、超怖い。ヨーグルト食っとけ。超優しい。誰がうまいこと言えと。誰がうまい棒食えと。言ってねえよ。あ、もう移動は倍速します。倍速&カット入れないと、20分以上になるぜ。さすがに間が持ちません。遥かに間に合戦。あ、はいはい。そういえば今更だけど。なんだよ。なんでこのシリーズは3人なのかね。めんどいからじゃない。激しく当たってそうだな。4人いた方が会話が続くよね。まあ、そうかな。ホッケ鏡。じゃあ次から4人でやるか。そうだね。次いつかわからないけど。そんなあれなのかよ。てかめんどくさい地形だな。敵さん避けるかな。敵さん避けるかな。足ないけどな。てかもう軽く迷ってるよな。おうよ。迷ってるところ見せても悪いから、倍速スピード上げるぜ。2倍、2倍。また地形がややこしい。宝箱とか回収するのめんどくさいだろうな。ほっほほー。って言ってたら宝箱発見。
あと何個あるんだろうな。知らぬ。だと思ったよ。迷ってるな。宝箱を訪ねて3000里。母を訪ねて3000里っぽく言うなよ。そこ隠すのかよ。まさかお前に突っ込まれるとは。その間に宝箱に行って。雑談でもしとくか。オッケー。2014年の秋になりましたね。といったところでトイレです。嘘でしょ。この森って結構広いんですね。まだ奥まで続いていますよ。そうですね、化け物もいっぱいいますし、気をつけないと、ですね。地味に倍速速度落としてました。2倍にもなるよ。で、なんで戻ってるの？いつもの病気です。あ、理解したわ。でも、同じところぐるぐるしてたからカットン。本気で迷ってた。宝箱を回収したいんです。もうカットしていいか？もうちょい待って。何がそこまで？雑談の続きでもするか？元から雑談ばっかりだけどね。否定はしない。そこはしろよ。なんでだよ。で、また戻るのかよ。もうカットしていいっす。お前は頑張ったよ。カットン、カットン。あの後迷い続けたけど宝箱は回収できました。あ、そろそろ倍速外すか。中ボス、中ボス。とりあえずセーブするか。セーブも、イベが始まるね。そのイベの後に中ボス戦だな。おっこほー、少しカットン。はっ。よし、じゃあ成長するか。オッケーオッケーか。あれは、コウマ館に勤めている妖精のメイドですね。コウマ館が大変な状況だというのに、仕事をサボっているのでしょうか。全くもって感心しませんね。いや、私はなぜ彼女らが、演算に捕まっていないかの方が気になりますけどね。何か話しているみたいですし、ちょっと盗み聞きしてみましょうか。それにしてもあの演算ってやつ、威張り散らしてイラつくよねー。だよねー、いきなりコウマ館に居座って、私が神だ、とか笑っちゃうよねー。しかし奴の力が強大なため、言いなりになるしかない私たちであった、丸。逆らったら、脇腹をわしづかみの刑、だもんねー、丸。恐ろしい。今日の仕事だってさ、イノシシを飼ってこい、って言ってたけど、そんなの無理だよねー。突進されてドーン、プチューン、だもんねー。しかし権力に逆らえない私たちは、律儀に仕事をこなすのであった、丸。私たち、偉いよねあなたたち、いつも昨夜さんに仕事を任せっきりで、何が偉いですか。あ、あなたは我がコウマ館が誇る仕事中に堂々とお昼寝という神業をやってのける。我ら妖精の間で師匠と呼ばれている門番さーん。あの、なんかサボりのプロみたいな感じで、扱われていませんか。一応、お庭とかいじって仕事してますからね。そしてメイド長のお光を受けても、眠り続ける鋼の心。ナイフの攻撃を受けても、なんとかなっている超合金ボディ。門番さーん。いや、門番以外の仕事とか、ちゃんとやってますからね、私。ですから、その門番の仕事をちゃんとやっていないから、変に思われているんでしょう？すみません。だって睡魔という魔の手が、私に忍び寄ってくるんですもの。で、あなたたち妖精は、こんなところでイノシシ狩りですって。そうそう、演算のやつに言われてねー。ボタン鍋を作るんだって。というか、こんなところにイノシシなんているのかな。面倒だし、そこらの化け物の肉でも持って帰ればいいんじゃないか、と思った私であった、丸。そりゃダメだよ、お嬢様たちも食べるんだから。え、お嬢様は無事なんですか。無事も何も、元気ですよ。まあ、牢屋に入れられてますが、メイド長もパチュリー様も。助けようにも、我らでは力不足なので、何もできないのです、丸。所詮こんなものですよ、私たちなんか、丸。そうですか。では私たちがお嬢様を助けないと。ところであなたたち、コウマ館のメイドが演算にこき使われて、悪事を働いてるという話を聞いたけど。だって、演算に逆らえないんだもん。毎日、他人にいたずら三昧だよ。家の壁に落書きしたり、深夜に騒音を鳴らしたり。湖にザリガニを大量に入れたり、小麦粉と砂糖を入れ替えたり、丸便所に閉じ込めたり、丸。なんというか、やっていることが地味ですね。
考え。ちびうよ。一言で言い表しますと、あなたは悪魔ですね。失礼ですね。誰が悪魔ですか、まったく。まあ、それはそうと、ここを通すわけにはいかないね。明らかに演算に歯向かっているもんね。ここであなたたちを見逃したら、後で演算に怒られます、まる。だって、脇腹をわしづかみの刑は嫌なんだもん。やっぱ戦闘かよ。今回の戦いは、いわゆる中ボス戦だから DDDC は発生しない。まあ、じっくり戦ってくれて構わない。冬の先生にびっくりした。ケイネを見るの久しぶりだな。ケイネ、ケイネ。さて、中ボスですけども。さっきのドットと格好違うな。ネネタ、このターンに届けたら倍速します。ヒデが思いのほか長かった。すまぬ、すまぬ。あと、こいつら大したことないわ。多分的なレベ上げが効いてます。じゃあ、倍速、倍速。2倍。あ、ちょい音量下げたぜ。倍速時の音が見に来たぜ。だから下げたぜ。え、これ真似されてんの？構成か指定かわかんねえ。あ、一人倒したな。あ、一人倒しだな。誰だよ。大したことないって言っても割と痛いでござる。案外ダメもらったな。案外ダメでもらったな。痛めたらあんじゃなくなるけど。そこかよ。あ、あと一人か。一応回復しとこうかな。慎重だな。まあ、必要なことだけど。慎重だか。まあ、つまぶしなことだけど。つまぶしなことって？京都じゃないっすか？知らないけど。知らないのかよ。知らないのかよ。知らないのかってなんだよ。何を相談しても、知らないの？って言われる。その皮に日で潰れるな。倍速解除。アンドイで再開。やられた。痛い。涙がちょちょ切れます、まる。にっておい。あの妖精たち、もう少し教育した方がいいですよ。ですね。もちろん、あなたの昼寝の癖も、直すべきですけどね。ごもっともです。やっと中ボスイベが終わったぜ。セーブしたら、今回は終わります。次回はいつだ？知りません。まあ、ウプ主には頑張ってもらおう。じゃあセーブするか。フライングなー。あ、言われたー。あれってそんな大役なの？あ、でも私は耳生えないし、私も生えない。は、生える？何が？はい、今回はこれで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。最後にスルーされた？じゃあなー。バイバイ。は？じゃあな。か、聞きなさい。終了の合図ですよ。こういう終わり方でいいの？